私の家族だけど、娘のことが隠されてしまったので、とてもなんかまだ望みは捨ててないんですけど、でもなんかあの町の方を見るのが怖くて、瓦礫だらけで、どうなるのかなって感じでも、自分が助かったからいいけど、家が崩れましたので、波の中に、波の中の方に、押し込まれた感じですね。多分、とにかく私はその、浮き上がらなければいけないというふうに思いましたので、ちょうどベランダのところにいましたので、ベランダからその窓があるんですけど、窓をくぐって、海の中ですね、水の中でくぐって外に、家の外に出ました。ああ、これです。死んでしまうのかと思う。